そう思ってよ。牧場に到着しました。ここが牧場なんだ。どんな感じだったんやろ。多分ね。ああ。レジャーシート持ってきてない。牧場スタートです。あれ、なんか帰る方じゃん。あれ帰るんじゃなかった。あれ養老、うん、養老さん、養老さん行きます。に養老、養老さんに養老かぶせてきたぞ。到着。笠原峠到着。一人でだよ。あれなんかレンズ、あ、ゴミがついてたもん中に。ひでえなこれ。ああ、ずっとダメだったんかな。もしかして。レンタル笠原峠。はい、笠原峠。さっき言ってたの。はい、笠原峠です。はい、ここが小倉ですね。小倉山、もうちょい。1時17分。あれ？あれ？あっち？かな？ねえ、あれだよね。のこの階段に座って向こう見ながらご飯食べたら最高じゃね。そうだね、ちょっと邪魔だけど。いやだって景色いいよ。おお、すげえ。ねえ、こっちだ。頑張れ。着いたね。よいしょ。装着。うわ、何も書いてねえ。消えちゃってる。あ、行く。じゃあ、ここが小倉山って書いてあるのかな、どっか。あ、正面だよね。うん、あれだよね。待ってよ。さっき大洞登山口の方へずっと行って、うん、で、両手。降りていかなかんやん一回。そうそうそう。見えるかなこれ。見える見える。かっこいい。小倉山。到着です。イエーイ。結構見晴らしがいい。小倉山です。向こうにね、あずま屋あって、いい感じの場所でした。いい感じの表現が下手なんで、見に来てください。ざっくりだね。さあ、
次は養老さん行きましょう。行きましょう。あ、前出ちゃった。ん？15分って書いてある。嘘、そんな近いの？34分。ずっと言ってる。やったー。あれ山頂じゃないしみたいな。一段ごとに増え増えって言っとったけど大丈夫かな。しんどっちゃあれ。山頂まで3分。3分。すみません。こっちね、うん、よいしょ。あー到着。なるほどね。着いたよ。ここにも焦りが。はい、映ってる？映ったね。養老山頂到着。イエーイ。ああ疲れた。859m。一等三角点じゃんこっち。そうだよ。あっち四等だったよ。うん。タッチ。タッチ。タッチ写真。タッチ写真。はい。チーズ。はい。はい、チーズ。だから俺の頭がでっかいやろ。はい、今はあっちから来た。あっちから行ってみる。ほんじゃ、うん、林道、さっきの林道行ってみようか、うん、藤原とか見える。あれ藤原かな、ぽいよね、形が。あの楽器みたいになってるの。あ、そうね、ね、うん、そうだね。あ、見えるんだ、それは、うん、動画の見えた。動画の見当たり。でも言われないとわからない。老眼ではない。よいしょ。はあ、着いた着いた。ああ、来たことあるわ。あるある。何かあったとこなんですかね。ねえ。三宝山。はい。三方山。はい。到着。はい、書いてないね、ここに。三方山。かなと思う。ですか。まあ見晴らしがいい。うん、じゃあ迎えに来てくれたと。長かったな。ただいまー。はい、お帰り。そんな気がする。到着です。朝とは違うね。はい、行こう。はい、はい、お疲れ様でした。ちょっと周囲確認する。めっちゃ人がいる。はい、ということで今日は生姜岳、生姜岳と、はい、養老山と三方山、三つ？あ、小倉か、小倉山、四つですね、登ってきました。トータル8時間で15キロ、はい、よく登りましたが、はい、はい、元気出た。はい、っていうことで、はい、8時間でしたけど楽しい登山でした。はい、以上となります。はい、それでは、はい、はい、お疲れ様でした。バイバイ。またね。また来月？来週？はい。明日は遠くに行きます。いらっしゃい。はい、行ってきます。いらっしゃい。あ、おい。さあ、帰ろう帰ろう。帰ろう。楽しゅうございました。楽しゅうございました。お疲れ様でした。はい。
疲れ様でした。あ、そこには止まっとる。あれ、あ、めっちゃ車止まっとるし。はい、マイナリー観光地です。